どうもご無沙汰しております。マンバ横山と申します。私ですね、前年度ね、見事競馬によりまして、ですね、大幅な黒数字をね、黒字を叩き出しました。あ、マンバ横山と言います。お初の方、はじめまして。2014年もですね、G1 の競馬の時だけ帰ってくる男です。はい、今日はですね、じゃーん、見てくださいよ。フェブラリーステークス、フェブラリーステークスですよ。いや、今日はね、私をですね、見て勝たせてください。しかしこの歌なんや、これ。もう力が抜けるのやめましょう、これ。ねえ、香川さんとエロイプしたってね、僕ね、知りませんでした。じゃ、頑張りまーす。ね。じゃあ、まずはね、恒例の、このコーナーからね、やっちゃいますよ。ちょっと待ってね。これ、今日も僕ね、先に言うわ、書いてきたんで、これ、見える?いりますよ、このコーナーは。このコーナーがないとね、始まらないっていうぐらいのね、大人気。じゃあ、ちょっと一回止めまーす。ちょっと待ってね。これ、簡単配信じゃないとできないのかな、これ。今、はい、放送始まってる。あ、動いた動いたね。こうやってね、立ち見のコーナーもね、アリーナさんもね、見えてますね。ちなみに今回当たった場合はですね、牢屋を解放します。NG ユーザーにね、ユイガさんのようにぶち込まれた人はね、あ、この人1名役いますけど、この人は以外はね、解放しますんで、はい。ね、1名だけいる。生ID でね、書いた人。以上です。勝った人はね、解放しますんで。ね、こうやって全部ね。いや、勝ったら解放するから。牢屋だから。うちの放送そうだからさ。うん。はい。じゃあね、大人気のこのコーナーからね、始めますんで、皆さんね、ゆっくりとご覧くださいませ。じゃあね、早速読みましょうね。今東京競馬場にいらっしゃる、杉本みどりさん?杉本みどりさん、いらっしゃいますでしょうか?はい。お待たせいたしました。さあ、いよいよこの季節がやってまいりました。皆様、新年明けまして、誠におめでとう、ハッピーニューイヤーでございます。実況アナウンサーの杉本みどりであります。さあ、砂のダートを目指し、16頭がこの東京に集いました。第31回、フェブラリーステークス、本日のメインレース、G1、16m、ダート、1600m で争われます。16頭で争われます。さあ、今、スタンダーがゆっくりと台の上に上がります。それでは、第31回、フェブラリーステークス G1 ファンファーレであります。さあ、東京の競馬場は大観衆であります。さあ、それでは、本日、昨年結婚したばかりの細江純子レポーターに、ゲート前の様子を聞いてみましょう。
ゲート前の細江さん。はい、ゲート前の細江です。今日は所長を迎えおるものの量が多いからあまりちょっとかりません。以上、ゲート前の細江でした。はい、ありがとうございました。さあ、今各馬がゆっくりとですね、ゲートの中に入っている最中であります。4番のワンダーアキュート、竹豊騎乗入りまして、そして6番の日本ノーザンリバー入りました。そして2番のですね、ベストウォーリア入りまして、そして残るはですね、2頭ほどですかね。大外から8番の、グランドシジーが挿入しまして、そしてラスト、大外のですね、この馬、シルクフォーチューンが枠入りに入ればスタートいたします。さあ、ちょっとね、シルクフォーチューン、鞍上横山紀弘、少しね、ビビってる感じですかね。さあ、今、誘導員に刺されまして、ゲートの中に入りました。かかりに放ます。スタートしました。まずはポーンと飛び出した名前にリボン拾わず、鞍上は境学ぶ、学びました。おっと、しかしここで1頭大きく出遅れたのは11番緑の星ベルシャザール。おっと、ベルシャザール、これはちょっとダッシュがつきません。さあ、先頭から2番手には15番、北高たる前、さらに1馬身後方に1番ゴールセギ、さらにはグランドシチ、間からはドリームバレンジをそれを追走する形で、うちにベストウォーリア、そして馬群を割って5番手に9番アドマイアロイヤルがスーッと控える競馬。後方グループを見てまいりましょう。後方グループにはオレンジの帽子、三浦鉱石場、ダノンカモン、その外へ持ち出したコッパのリッキー、シルクフォーチュン、ソロル、3頭に挟まれる形で、ここにいまして、ここにいました。1番人気ベルシャザール。さあ、600メートルの参考タイムは34秒6、これはちょっと例年より早いタイムでありますね。はい。さあ、第3コーナーカーブ800を通過、北高建前が花を切り、そして11番半、ベルシャザールのシーデムーロは手綱を抑え、ズルズルっと後退、間もなく第4コーナーカーブ。さあ、先頭の北高建前とは差でがなく、ここで上がってきた、竹豊のワンダーヒュート、ワンダーヒュート、さらに2番手集団にベストウォーリアが縦一列となって上がってきた。さあ、最高峰、ベルシャザールまでは61馬身、さあ、ここから果たしてベルシャザール届くのでしょうか。さあ、東京の長い直線の攻防だ、400メートル、先頭はここで入れ替わって、ワンダーヒュート、ワンダーヒュート、対豊の左道、藤豊の左道が炸裂、しかし、方向立て前が背にかかる。ここから一気に遅から、ベルシャザールが、ベルシャザールが何度ものすごい追わせ、客、鬼客で攻めてくる。ベルシャザールが遅から一気に切り切れた。ベルシャザールが一気に遅からやってきた。ベルシャザール、ベルシャザールが、ベルシャザールが、方向立て前、ベルシャザールが、一旦取れるか、取れるか、ベルシャザールが取れた。方向立て前が取れた。ベルシャザールが方向立て前が取れた。ベルシャザール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 、一気に差し切った。横山紀弘の馬を差し切って、ベルシャザール優勝であります。勝ったのはやはり砂のベストマイラー、ベルシャザール。勝ち時計は1分16秒4、上がり4波論は56秒9。強い。これは本当に強い馬でした。ベルシャザール、やはり前回のジャパンカップダートを勝った、その足は衰え知らず。なお、勝ち時計の勝ち馬投票券は押しにならないようにお手元に沈んでいってください。さあ、ここからですね、ここから見てまいりましょう。ここから2番の馬をですね、10番のベルシャザールが差し切りません。さあ、以上、実況終わります。はい。ね。というわけでですね、聞いてくれました？ね。今回のですね、じゃあ、横山みどりをね、この裏情報予想。はい。結果はですね、じゃあちょっとね、まあ、今回のレースね、じゃあね、展望から見てまいりましょう。マスクはもうね、長年使ってるからしょうがない。ね。これ見えます？うん。やはりですね、もう、ベルシャザールに揺らぎなし。ね、この馬を買わない奴はバカです。はっきり言いましょうか。ね、この馬を外すようだったら、競馬をとっととやめろと僕は言いたいですね。ベルシャザール。ね。ベルシャザールは、もうね、来ますから。マオちゃんとかどうでもいいだろ、そんなもん。ね、ベルシャザール。ね。ベルシャザールのね、シーデムーロ。前回のですね、ジャパンカップダート。そしてね、日本ピロー、
アワーズのですね、この、まあ、これも捨てがたいんだけど、まあ、武蔵野ステークスがですね、なぜかというとね、これのね、1600メートル同じ数字なの。東京1600、もう前走戦でですね、これはなんとですね、フェブラリーステークス1600メートルでベストタイム。これ。これの記録をですね、まあ、前走僕何度も 見返したんだけど、ジャパンカップダートと武蔵野ステークスの一着のやつ。やはりね、この馬ね、最後の末脚が強い。末脚がもうね、強すぎる。だからまあ、鉄板です。この馬はね、これをね、格好つけて外してですね、ワイドでね、ワンダーキューとベストウォーリアね、そして日本ヒルアワーズのワイドで買おうというようなね、ですね、コケデブは、もうね、競馬をやる資格はありません。そこまで言ってもね、断言できます。はい。そういうわけでね、僕のね、押し馬はこのベルシャザールです。で、予想。あれ、予報書いた紙がない。あったあった、ほら。いや、もうね、確定。これ。副賞買わんかった。今回副賞買わんでも自信があるから、副賞って、小物がやること。ね。ちびちびとね、お釈放しつつ、ちびちび飲むようなですね、奴がやること。もう僕卒、副賞はね、副賞やるって500万以下のダバ。500万以下のダバがやってください。僕の場合はもう G1 トップレベルの黒字収入だから、ね、今回ね、じゃーん、言いますよ。今回ちょっとね、解明難しいから。気をつけてよく見、ちょっとね、難しいから今回解明。非常にね、ちょっと、ね、頭使うんで、競馬知らない人はね、ちょっとね、置いてきぼりになっちゃうけど、こういう感じ。これ実際買ってます。現金自腹で。7番の、日本ピロアワーズ、そして11番のベルシャダール、そしてね、15番のね、北高たる前。この馬がね、3連単で、来ればいい。ほんで、2番手に1、4、11、15、1、4、7、1、4、11、7、15。そして、3番手に1、4、7、15。これすごい難しい。合計100円ずつで3000円。ね、信頼度は、納得のね、自信度 92%。92% ですからね。はい。買いすぎ？いや、買うんじゃなくて、今回はちょっとね、頭が拮抗してるから。29% より 92% です。そして、まだあります。馬単。馬単、やっぱりね、北高たる前じゃなくて、ベルシャザールという馬がね、強い。ベルシャザールから、ですね、1番のゴールスキー。これね、ゴールスキーはですね、やっぱりね、外せません。ゴールスキーと、そして2番のね、ベストウォーリア。ベストウォーリアのですね、最終ラップ。ラップがこの中では一番ベストの中で強いの。前走のですね、武蔵野ステークスの3着だったんだけど、最後の直線のですね、東京、それのね、まくりのスピードがね、このベストウォーリアがピカイチだった。だからベストウォーリアは外せませんね。はい。そして、4番のワンダーキュートね、滝豊という不安点はあるけど、まあ、ジャパンカップだと2着、そして東京大賞点2着というね、まあ、強いこと。そしてね、7番の、日本ピュラーズ、これね、坂井学。学ぶはですね、東海ステークス1着。これね、前回のですね、2013年のね、ジャパンカ、ね、フェブラリーステークスの、ね、グレープサンデーが、グレープブランデーが勝ったでしょ？だから、だからです。単勝11番10万購入しました。はい。ね、そういった人はですね、後でね、まあ、ね、ちょっと買いすぎ、あなたは。ね、そしてですね、15番の、北高たる前。北高たる前さ、使いすぎなんだよな、ただ単、ちょっと。大外っていう不利、東京で大外は不利なのね。大外不利で、で、ちょっとね、不安、それは。そしてね、馬単。馬単がこれね、結構僕の中では、美学だと言われてて、11番から1、2、4、6、7、8、9、12、15、16。これのね、1番、これの11番が1番に来てもいいし、2着に来てもいい。とりあえず11番がね、連帯に絡めば僕はプラスっていうこと。はい。買いすぎ関係ない。ほんで、ワイドで、一応ね、リスクヘッジのために、ワイドでリスクヘッジのために、7、4、ね、2、4、7、12。ね、2番のね、ベストウォーリアと、7番の日本ピロアワーズと、12番の、ブライトライン、このまま来るよ、きっと。ブライトラインっていうね、前走ね、ジャパンカップダート4着、ネギシステックス4着だったけど、こういう馬がね、結構穴を開ける。ね。はい、そういう感じで7番の裏馬と。ね、ほんで副賞でおまけで200円の、ね、ベルシャザールに買って合計1万1000円なり。はい。あ、今年大丈夫、大丈夫。ね。前回こうやってね、僕もね、外れるって言われてね、結局、ね、折り返ししたらプラスだから。こう見てもプラスだよ？プラス。ダートコース外有利、それ、ないないない。ダートは外有利なんていう、東京のね、素人はこれだから困るよ。東京の外は、ね、東京の、
ね、内側外側じゃ、外側はカーブがね、緩やかじゃないから、ダメ。お前、稲子の民人は見てません、そんなさ、目をつぶし。暗黒放送の横山みどりさん、あの人さ、外配信、面白くないよね。なんか調子乗ってるよね。なんか最近。俺より調子乗ってない？こんな顔してじゃねえよ。酔っ払いさ、ちびデブが、首がないのかお前は。お前の首ってどこ行ったの？ね、首切られたから、社会から首切られたから首がなくなっちゃったの？赤い服着てさ、ね、数字1903ってお前の生まれた誕生日このちびデブ。このちびデブが。セムシ男でさ、あれほんと佐野智則のさ、2番手集団争い以下だよ、あんなやつ。見てない、見てない。でね、まあ、そんな競馬に話も、というわけで僕のね、馬は、僕のおすすめの馬は、ですね、これ。11番の、ブライトラインじゃなくて、ベルシャザールに確定です。ベルシャザールに確定しましたんでね。で、今回もですね、受験のレディオをですね、用意しましたんでね。これ、ね。ゲームギアで。あれ？動くかな？大丈夫だよね。あとはね、今日、発送何時？発送何時なの？発送何時だろう？発送が15時40分かな？長いんだよな、確か東京のやつ。何分？予想。40分？長っ。あと15分以上あるわ。ね。あと15分以上ある。でもね、皆さんね、今年のですね、そう、ちょっと軽く雑談していい？軽く雑談。競馬が始まる前に。僕はね、言ってんですよ。リスナーさん、怒るかもしれん。あれ、ダメ？雑談やっちゃダメなの？横山みどりがいないからさ、代わりに僕がさ、雑談でちょっと時間潰そうと思って、立ち見系？立ち見 C ないぞ？なんで立ち見 C さん、な、悪口してるやついるの？ん？ははは。仮想、ダメ。なんでダメなの？こっち来んな。いや、来てもいいじゃん、別に。来んな、ハゲ。じゃあ、立ち見の B に行くわ。あ、僕、横山見てるけど、万馬横山つんだけど、まあ、競馬でね、まあ、僕のね、自己紹介からするわ。2013年も始まったことだしさ、僕はですね、まあ、競馬歴は長いです。ね、スペシャルウィーク、グラスワンダー、エルコンドルパザー世代だから。うん。必死アマゾンね。ほんでね、ゲームで学びました。競馬は。ほんで、昔は競馬なんて馬のさ、ただもう、かけっこでやんと思ってさ、バカにしてたけど、実際やってみたらさ、もうね、予想のファクターができててね、面白いですから。ぜひね、やってください。ダビスタはやらんかった。僕、ウイニングポスト世代、ウイニングポストとかでやってたから。全部それでね、競馬を学びましたよ。で、最高が当たったのが、安田記念での、フェアリーキングブローンと、なんか、そんなような名前の馬のね、馬連で、ブラックホークが飛んだ時のレースで、なんか、それで、なんか、2万円の馬をね、じゃあ、もっと3連弾当てたことは、3連弾で7万円近く当てたことがあります。はい。そんなね、プロの実力者なんで、今日ね、だからお金が欲しい人、ね、勝ちたい人とお金が欲しい人は、僕の予想に乗れば 100% とは言えんけど、98%、ね、勝てるますから。コンドーム使うことも学べ。そんなもん学びません。アリーナに飛びまーす。ポン。詐欺師の手口。いや、でも実際当たってんじゃん。詐欺師の手口言うけど、それはね、森尾周期ね、予想師みたいに、ね、すべての予想を外して、そしてですね、泣きを見る人間が、ダメな予想師。僕の場合は、当たってるから。当たってるもんだって。うん。的中率高いよ。悪いですけど。危険な馬はどうの馬？あ、いい質問だ。危険な馬、人気で危険な馬はね、やっぱりね、大外の北高たるまいだね。この馬使いすぎだよ、やっぱり。北高たるまいはね、あと、ちょっとね、まだ若いけどね、ちょっとダメ。うん。ロイヤルある？ロイヤルって何？アドマイアロイヤル？ない。アドマイアロイヤルは、来ません。うん。だいたいアドマイアっていうね、馬主のさ、オーナーが僕嫌いだから、竹豊とさ、三浦康生をね、外したんだぜ、あいつ。自分が下手な乗り方したからつってさ。ほんで、ね、三浦康生はもう二度とこの馬には乗りませんつってね、断言したほどと仲悪いから。うん、だから、アドマイアロイヤーが来ないでしょ、きっと。だから僕言ったらベルシャザール。ベルシャザール、一番人気のベルシャザール。一択です。馬券買った証拠、いや、証拠なんか別に出さんでもあるもんで、ちゃんと買ってるから、安心してくださいよ、もう。
僕ね、そうやってね、エア予想とかしませんから。どっかのね、エア社長みたいに。どれだったかな、じゃあ。僕はね、しっかりと、やってみる。じゃあ見せるわ。ちょっと待ってよ。あ、月曜日もレースあるんだ。月曜日もレースあるんだな。これ、紹介馬券で見えます？受付紹介馬券で。これね、結構こうやって買ってるから、しっかりと。ね。見えますか？これ、全部ね、こうやって買ってますんで。ね、嘘偽りなくね、東京に、ね、11レース、すべて買ってますんで、ね、私は、嘘は申しません。不可思も申しません。友乗り父さんみたいに。うん、こうやってね、1から10まで全て買ってますんで。馬タン。ね、ワイド。300円ずつ買ってるし。副賞までね、副賞の200円も買ってますんで。はい。ご安心召され。うん。これで納得してくれましたか？私がね、しっかりとね、買ってるってこと。え？競馬をやる資格ない。黒字にする気ないのに、黒字になるから。僕がね、皆さんね、いいことして、リスクヘッジという言葉があります。3連単で、これね、爆発する、最高の7枚まで当たって爆発する可能性があるよ。はい。で、勝ってもね、少ないって言う人には、そういうやつはギャンブルでギャンブルをやるやつはギャンブルしない方がいい。ね、年間トータルでプラスであったら勝ちなんだから。年間トータルで結局ね、プラスになれば、麻雀の、と一緒。麻雀だってさ、ね、素人が運よくプロに勝つことだってあるじゃん。でもね、1000回麻雀打てば、ね、大体実力っていうのは出るんだよ。大体。うん。鼻かみうるせえ、風邪ひいてんだからしょうがないじゃん。だからね、レースまでもう少しお待ちください。予算の予想はなんかツイッターに書いてあったよ。確かなんか。ツイッターになんかワイドで。うん。ワイドで書いてあったよ。ね。今回は荒れない。今回は荒れる余韻がない。あとね、やっぱりもう、ブライトラインがね、このね、あと、ね、3時45分くらいになったらね、あ、やっぱりね、ごめん、ベルシャザールね、やっぱり緑の帽子のベルシャザールが勝ちましたってね、納得してくれるから。うん。ベルシャザールが勝つって納得しますから。ね、ご安心くださいよ。はい。つうか僕さ、ちょっと新聞見たんだけど、日本ってメダル取れたの？結局。日本、ちょっと、競馬からずれていいけど、日本ってメダル取れたの？浅田真央は。真央ちゃんってどうなったの？真央ちゃんって。取れたんだ。あ、え？取れた？真央は。なんかね、一応ね、真央の飼ってる犬の名前はね、エアロっていう名前で、確かね、9月25日生まれだから、僕と誕生日が一緒なんだよ。なんか。だから覚えてるの。うん。え？メダルは結構、取れてんだ。まあね、メダル取ろうがね、どうしようが、だって、ねえ、取れてん。まあ取ろうが取れないよね。僕もね、今回、ね、競馬の予想のさ、オリンピックがあったらさ、僕出場したいんですけどね、競馬予想オリンピックってやつがあったら僕ね、多分ね、銅メダルあたりは取れる気がするけどね。さすが犬仲間、関係ありません。はい。よし。じゃあね、早くね、楽しみですよ。どうなるかが。え？勝手に取れ。任せてくださいよ。相撲はね、3月30日やると思うよ。相撲は3月30日やると思う。岸外オリンピックだと僕まだ岸外じゃないから。まともな人間ですから。うん。鼻のひらひらどうにかこれさ、もうしょうがない古いやつなんだからさ、この、マスクが。もう相当古いよ。だから金のメッキがもう剥がれてるもん、このやつ。ここにあった、本当はここに金のメッキがあったんですけど、全部剥がれちゃいました。はい。めちゃゆる再開した。めちゃゆる、テレビでしょ？うん。見てないから、うん。剣道とかやっちゃって。携帯どうなった？携帯使えないからね、もう、多分、解約するか、もしくはもう使わない、一生使わないか、緊急事態の時に使うだけにする。最悪。うん。それは。マスクはね、もう売ってません。マスクの糸切れ。あ、そうそう。ちょっと、待って、雑談していい？ちょっと。リスナーさんに報告することがあるんだよ、まず。うん。何かっていうと、ダメっていうかさ、させろよ、雑談ぐらい。なぜかっていうと、
あのね、これさ、あの怖いもんが届いたんだけど、お家に。これさ、僕さ、あの一つ言うはリスナーさん、あのね、このマンバ横山ね、小敷が嫌いなんだよね。このマンバ横山は小敷が嫌いです。で、これ、こういうもんさ、あの送ってくるやつがいるんだけど、あのやめてもらっていい？うちに。いや、開けたんだけど爆弾かもしれんじゃん。それは。あの、僕はね、はっきり言うよ。リスナーさん。あのね、石川さんだとか、ね。ね、ネルさんだとか。ね。そこら辺のね、人はね、何、どう思ってるか知らんけど、横山みどりはっきり言いますよね。僕に物を与えないでください。配信者として小敷はですね、ね。一番やっちゃダメだと思って、自分がダメになるから。ね。他の人たちはさ、ね。ね、あの、これ、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、ウーブメニューありがとうございます、とか言ってさ、こじってるけど、僕はしませんから。で、ね、あの、このね、段ボールが届いたんだけど、これね、あの、手紙が入ってたんだ。で、こんなのが書いてあった。見える？皆さん。緑内障が治るという缶詰を送ります。実際にこれを食べて、緑内障が治ったという方や、緑内障の疑いがあると言われていた人が、改善したという報告があります。缶を食べるだけでどうなるかわかりませんが、すがる思いで食べてみてください。怖いんだけどさ、食べ方。食べる前ですが、パンに、塗って挟んで食べたりすると美味しいです。この、放置してるの？水で洗って食べたら何だろうなと思って。膨らんでんだよね、これ。缶が。何の缶詰これ。すんごいね、丁寧に。で、これ見える？なんか怖いんだけどさ、これ。ちょっと開けてみるか。これ何？シューストロミングシュシレイカラーマックスシューストロミング何とかって書いてある。何これ、海外のものなのかな。緑内障治るのこれで。なんかこれさ、どっかぶつけたんだろ、これ。なんかへこんでるんだけどさ、ポコーンと。賞味期限切れてんじゃないの、これ。3月、31年、12月20、2014年。ちょっと待って。なんて書いたの、これ。シューストロ、読めないんだけどさ。え、世界で美味しい感が、あ、じゃあ食えないわ。世界一美味しい缶詰だったら、なんか、小敷になっちゃうからさ、リスナーさんが許してくれないもんだって、これじゃあ。いや、何これ。怖いんだけど。膨らんでんですよ。どっかぶつけて。いや、やだやだやだ、なんか。リスナーさんにとって小敷はね、良くない。アンケートしよう。だって小敷に当たるんでしょ、これは。5、4、3、2、1。うほう！なに？最近南国放送で、こんなの許してくれるようになったの？え、ちょっと待って。押し間違えたんじゃないの？ちょ、もう一回やっていい？ 5、4、3、2、1。96、上がってる。え、なんでいいの？そんなに緑内障治してほしいの？僕に。そんなに僕に緑内障治してほしいの？優しくなったな、なんか。何この、シューストロミングって書いてあるんだけど、何が入ってんの？これ。
英語、あ、魚か、これ。見て見て。魚、魚。魚が入ってるよ、きっと。じゃあ、負けたら食うわ、これ、なんか。へぇ。あ、魚は目にいいんだ。DHA かなんかが入ってるのか、これ。でも今はちょっとね、あんまり食欲ないんだ。ごめん。